はい、皆さん、こんにちは、つばきちです。ということで、今回もカルチョビットやっていこうと思います。まあ、ほんとにカルチョビットやってる人が少なすぎて、もう再生数もまあ、ゴミなんですけど、まあ、正直再生数なんて関係ない。俺はこのカルチョビットの楽しさを少しでも分かってくれる人がいたらいい。もう、ということでやっていきます。今回は、ワールドクラシック準決勝第2戦、シュラスコ戦ですね、やっていこうと思います。まあ、準決勝なんで、ちょっと待ってね。あ、第1戦はもうホームでやってて3対2で勝ってるんで、まあ負けなきゃいけますっていう感じですかね。ただシュラスコは結構強いんでね、ちょっと気をつけたいね。じゃあやっていきます。はい、じゃあスタメンはこんな感じですね。変わったところといたしましては、ボランチロビンソンに勝ってピローに入れました。まあ、ここはちょっとイエローカードのことを考えてちょっと変えました。あと扇選手とマーレ選手も変えました。ここもマーレ選手もイエローカード2枚溜まってたね。ここも変えました。で、あとは真野選手が黄色信号だったんで、国務選手を代わりに入れました。という感じですね。まあ、やっていきます。はい、ワールドクラシック準決勝第2戦です。ここ勝てば決勝です。まあ、やることは変わりません。もう、トトのウィンはちょっと負けてるんですけど、まあ余裕です、正直。まあでも、正直マジ N1 リーグとはちょっとレベルが違うんでね。まあ見ていただければわかると思うんですけど、このように非常に強いです。スピードが張りすぎますね。ちょっとここ気をつけたいね、だから。ちょっとやばいよ、いきなり。嘘でしょ、危ないナイスキーパー。危ないね、いきなり。ちょっと怖いね、本当にね。やめて、本当に。行こうぜ。やべえ、早いわ、こいつら。やべやべ。とにかく、まあ、守ろうっていう感じですね。終わったー。ゴール。いやー、先制されました。やばい、最悪だな。ちょっとこれ、最悪な展開ですね。ちょっと1点返したいね、本当に。まあ、マジで、アウェーゴールツアーがあるんで、ほんと1点返せるだけでだいぶ違うんでね。早い。早い。やめて。オーケー。オーケー。さあ、落ち着いてパス回していきましょう。そこ辺はね、ちょっと落ち着いてね。結構サイド空いてるんでね、サイド使いたいね。そうそうそう。サイド使いたい。そう、どんどん使っていこうし。どんどんね、そう、サイド使っていきましょう。で、まあ、ここです。サイド早いんでね、これ知らないね。ここは知らないけど、ここで守れればいいんだよ。OK。ナイスナイスナイス。いいね。落ち着いて回して、いいね。落ち着いて回していきましょう。竹本、さあ、サイド展開。そう、ここが空いてんだよ。そう。ここ空いてるから、来たでしょ。来たでしょー。ゴール。同点。カズダンス。来ましたー。カズダンスやってしまいましたが、まあいいでしょう。行きましたー。キャンデロー選手のゴール。いや、素晴らしいね。そう。サイドが鍵、本当に。こういう相手はやっぱり。で、まあ、サイドに出させればいい。そう。で、これ中上げさせれば、まあ中はこっち、結構強いんでね。サイドはまあしゃあないね、あの辺はもう。中絞らそう。サイドから、そう、上げさせればいい。ここ中しゃあない。そう。ここはもうクリアできるから。ナイス。いや、強いね、やっぱ。この辺やっぱ強いね。球際っていうかね、フィジカルかな。だからこの辺持ってサイド展開だね。うん、そうはい、もう完璧。さあ、丁寧に上げていく。来たよ。惜しいね。オッケーオッケーオッケー。まあ全然、この形を何回も続ければまあ、点取れますね。おっと、早くもロットン選手入れました。シュラスコですね。さあ、1-1 だと、これ、あれですね、勝てますね。ただ、ここから、また1点取られると、そう。もう1点取ったらでかいよ。うん、シュート。まあ、正面。さあ、こぼれているシュート。また正面。さあ、またシュートだ。いやー、こぼれているが惜しいね。さあ、もう1点取りたいね。ちょっと。そうだね。オッケーオッケー。前半終了。1対1。いやー、もう1点取りたい、ここは。さあ、ちょっと、真ん中、ちょっと怖いね。ここ、ロビンソン選手入れます。ちょっと真ん中2人変えます。ダルマ選手入れます。どうしよう。キャンデロロ、ダイナモだからな。ここ、彦坂入れます。かな。で、もう一人を後半70分ぐらいで変えようかなと思います。ちょっとここは状況を見ながら変えます。とりあえずボランチ2枚は変えた方がいいんで。ここちょっと疲れてたらちょっと守備が手こずるんで、ボランチ2枚変えました。はい。後半です。いやー、本当にもう1点。そう来たでしょ。来たでしょー。来たー、白鳥ナイスー白鳥。ナイス。いいね、でかい。この1点はでかい、本当に。これでシュラスコはあと2点取んないといけなくなったね。あと2点取って、やっと同点になったね。いや、やばいよ。調子出てきたよ。そこの替えが効いたか、マジで。交代が功を奏してるね、これは本当に。さあ、シュラスコといたしましては、どう攻めていくか。さあ、こうサイドがね、まあ、ここはしょうがない。ただ、この辺は怖いね。ナメルソン、一人かわす。もう一人かわすか。うわー、嫌な位置でフリーキック。当たってしまった。さあ、キッカーバト。シュートだー。跳ね返る。いいね、いいね、いいね。オッケーいいよ。さあ、この辺はちょっと大丈夫だよ。この辺は大丈夫。いいね。いや、コンパクトに保ってるね。やばい。ああ、竹本。まあ、この辺は丁寧に繋いでね。そうだね。そう、大木がこれ早いからね。でかい。そう。でここサイド空いてるから。そう、前残ってるから空いてね。きたー、もう国分。さあ、ミルコ選手入れました。懐かしいね。ミルコとか使ってたね。さあ、ミルコどこですか？ディフェンダーで使ってんのすごいな。さあ、チャンスだよ。もう1点になるか？国分！また抜きゴール！ 4 点目強くね、国分。さあ、真野選手に代わって入りました。国分選手が躍動しております。すごい、国分。これは日本代表になるんでしょうか。さあ、国分がすごい、本当に。いや、確かに能力が高いね。スピードエース、ジャンプエース、メンタルもエースなんでね。さあ、このメンタルっていうのが、さ、PK の時とかに役立ちましてね、高いと外しにくいってあれがある。レダンスかー、シュートしキーパー正面。さあ、いいね。ハマってるよ。だいぶ。うまい。キャンデロール2人かわす。すごいね。さあ、いやー、ミルコからボール取ったロビンソン。さあ、シュート !5 点目ゴール、素晴らしい、本当に。さあ、素晴らしい攻撃力となっております。さあ、先制されてちょっと分かったんですが、もう爆発的な攻撃力ですね。もうとんでもない。さあ、ロングボール入れてきた。オフサイドないか？オフサイドですね。素晴らしい。ラインコントロールも素晴らしい。うん。さあ、後半80分以降はちょっとロングボール入れてくんでね、相手は。気をつけたいね。まあ、この辺は、いやー、オフサイドか、こっちも。さあ、この辺はちょっとロングボール入れてくんで怖いんですけど、まあ、しゃあない。ここは、もう、ちょっと選手交代しようかな。いやー、クロスが入ってくる。キラー、クリアー。交代できないまま終わっちゃうか。オフサイドはない。シュートだ。また抜きゴールで1点返した。シュラスコ。静岡マFCの攻撃的に及ばない。攻撃的に及ばないってなんだ。爆発的な攻撃力に及ばないか。さあ、誰も入れてきました。じゃあ、ちょっと、ライン下げました。さあ、しかし、ここはフラスコがいる。さあ、フラスコ素晴らしいね。オフサイドないよ。レイザンスカシュート、キーパー正面。さあ、終わるか。国分シュート。もう一回シュート。さあ、ここで試合終了。なんと決勝行きました。なんとっていうかもう毎回のように決勝行ってるんですけど、まあ、危なげない展開で、もう決勝行きました。素晴らしい。2005期8対4。素晴らしい。怪我人もいません。さあ、アルトルティージャですね、決勝は。楽しみですね。さあ、シリーズも 100% です。はい、ということで、今回ワールドクラシック第2戦シュラスコ戦をお送りしました。いかがだったでしょうか？まあ、快勝といったところですね。次は N1 リーグ第22節、チェスト鹿児島戦をお送りしたいと思います。ということで、今回これで終わりたいと思います。よかったら次を見てください。それでは、さよなら、バイバイ。